皆さんこんにちは。今回は本の紹介でございます。この度ですね、語り合う兄弟数学、奥深き数学の森へという本をですね、大武者より出版させていただくことになりました。ということで、小川正樹第3冊目の著作でございますが、今回はですね、林俊介先生との協調になっております。林俊介先生、ご存知でしょうか？こちらにも紹介文載せてると思いますけれどもですね、僕と同い年の先生でですね、筑駒出て、それから東大進学で物理学科ですね、卒業されてですね、今も YouTube 等もやっておられます。概要欄の方も見てみてください。数学とか物理をね、いろいろなところで教えてらっしゃる先生でございますけれども、非常にとても優秀な方でございまして、今回はありがたいことにそのような先生に声をかけていただきまして、兄弟数学をね、テーマとした本を出版させていただくことになりました。もともとですね、この林先生ですね、語りかける東大数学という本を先に書かれております。1年前ですね、こちらでございますけれども。そちらがですね、その続編という形で兄弟数学の方も企画されたんですけれども、まあ、ありがたいことに私一応兄弟出身なので声かけていただいて、このような話になったと、出版に至ったというようなものでございます。9月18日発売です。Amazon の方でも予約受付しておりますので、これを概要欄の方にもリンク貼っておきますから、よければ見てみていただきたいなというふうに思います。この動画では簡単に紹介だけね、していきたいなというふうに思います。名前の通り、兄弟数学で奥深き数学の堀江ということで、兄弟数学の入試問題を題材に背景となる、まあ、主に大学以降の数学について解説していこうと。兄弟入試から出発して、そこから話を膨らませて、大学以降の数学を、まあ、いろいろね、紹介しようということで、まあ、入試問題の背景になっていること。実は入試問題ってこんなに奥が深いんだぞ。ね、京都大学の問題ってシンプルですよね。でも実はこんな広大な数学が後ろに隠れてるんだ、みたいなところを伝えていくというような話になっておりまして、もう本当にテーマがね、多岐にわたります。多変数関数の微積とか、大学行ったり1年生で習うような話ですね。まあ、それからオーダーの話とか、母関数の話とか、まあ、ここら辺は確率とかですね、オーダーなんかはまあ情報の理論でも使われますよね。そういった話にも、踏み込んでいます。それから群関大とか P 進数とか、これはまあいかにも効果が得意そうな大数の話だなというような感じだと思うんですけれども、まあ他にも、あとはジューコフスキー変換とか聞いたことありますか？複素関数の話にもちょっと突っ込んでいたりしますけれどもね。そういった様々なテーマについてですね、語り合うですから、林先生とまあ古賀がこう語り合うような形式というかですね、交互に原稿を執筆するような形です。どういう形になっているかというと、まあ例えばですね、オーダーとか、まあそういうふうな、まあ、主に解析寄りの部分はですね、まあ、どちらかというと、林先生の方が得意なので、入試問題から出発するんですけど、その基本的な入試問題とかの部分を、基礎的なところをまず私が解説し、で、難しいところは林先生に解説してもらう。で、逆にまあ、例えば、群関大とか大数みたいな話は僕の方が得意なので、林先生にまずは入試問題解説してもらったり、まあ基本的なところを解説してもらって、その後にどういう世界が広がってるかっていう応用の部分を、まあ僕がメインで話すと、まあいうような感じで、まあこううまく役割分担ね、しながら様々な話題について解説しているというような話になっています。はい。ということで、まあ、そんな感じでね、入試問題から話を広げて数学について多岐にわたって解説しています。どういう、傾けかと言いますと、一応高校数学は前提としてます。まあ、そもそも題材が兄弟数学なので、高校数学は学んでる方が対象かなというふうに思いますが、その入試問題きっかけにその先に興味がある中高生。あるいはもう大学に進学して、こういった数学学び始めましたと。じゃあ改めて、ね、2年前に解いたあの入試問題ってどういうものなの？そういう感じで、林先生、伏線回収をしたい大学生と表現してくれたんですけど、まさにそういうことですね。入試問題、あの時の入試問題はこういうもんだったのか、いうことで、入試問題を改めて振り返りたい大学生、そして今学んでるものと結びつけたい大学生ということですね。はい。で、あったり、社会人ですね。数学の難問に興味ある社会人。もう本当にね、いろんな兄弟数学の問題載せてます。特色入試の問題もちろん載せてます。もうめっちゃ難しい問題いろいろ入ってますから、単純に難問に興味がある皆さんと。
まあそんな感じの方に、ぜひ読んでいただけたらいいかなというふうに思っております。ということで、僕が話を伺ってからまだ1年も経ってないと思うんですけれども、本当にね、内容が多岐にわたるし、しかも濃厚です。もう難しいところは難しいんですけど、非常にたくさん楽しめる本になったかなというふうに思いますので、ぜひですね、この時期はまだ予約販売のみですので、ぜひ予約していただいて、9月18日発売の予定ですので、ぜひともね、それ以降は本屋さんで手に取ってご覧いただけたらなというふうに思っています。はい。それからそれに関連して、現在、林先生との対談イベント、書店での対談イベントの方も企画しておりますので、そちらに関しては準備中でございまして、詳細また発表できるようになりましたら、発表させていただくことにしたいと思いますが、よければそちらもね、足を運んでいただけたらなというふうに思います。はい。ということで今回は、語り合う兄弟数学、奥深き数学の森へに関する紹介でございました。